アウェイ。世界を震撼させた事件の発生、そして死んだはずのザトウの復活、目まぐるしく変わる状況の中、彼女の心は大きく揺れ動いていた。ではぼちぼち鳴らしていくとしよう。揃いも揃ってリベンジマッチ男の発想って。年がいないかね。もっとも人外の私に人の断りを解かれても困るがね。大義も体裁もない、まるで子供だわ。はは、違いない。それだけではありません、ミリア。我々は皆ベッドマン一人に敗北した。これは組織の固権に関わる問題だ。誰かに見られたわけでもないでしょうに。ザトウか、君はどうするね。ええ、まあ私はどうでもよいです。まあいいわ、少し付き合ってあげる。リリア vs ジョニー Get ready to roll。瞬きする暇もあげない。ヒーローの助言は最後に立っている。 Heaven or Hell Duel One Let's Rock。 遅い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 。レディーファーストを気取ったつもりならそれは間違いない。私はその気持ちを利用して勝ちに行っているのだから。ミリア vs ベノム Get ready to roll。出ていくなら止めはしない。だけど通していただこう。 Heaven or Hell Duel One Let's Rock。 じゃれ合いは終わり。
It's not over yet. ご参だ。それが本気なら学校。ミリア、ウィン。デュオ、トゥ、オール、オー、ナッフィン。ハリケーン、カウンター。じゃれ合いが終わる。It's not over yet. セットカウンター Melia, win! Straight! 正確な攻撃にこだわりすぎるから手が休んでしまうの。後手に回るくらいやみくもに先手を取りなさい。Melia vs. Kai. Get ready to roll.風雷剣がなくとも落胆はさせません。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock!女と思って短絡的に心身を踊る前に見識を深めなさい王様でしょ。ミリア vs. チップ Get ready to roll。 参上。負けたら俺に投票し、Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock! Seria, vem cá, velho! Seria, Seria!
邪魔だとしないで。できる。さらに速くなったのね。これは緊急ですね。急ぎましょう。オペ開始です。Heaven or Hell Duel 1 Let's rock。人間はやり直すことができるらしいから、私もありのままを伝える勇気。ミリア vs レオ、Get ready to run。 重い罪には置いて、悪い罪にも置いて、そのお前たはお前ってなる。 Heaven or Hell Duel 1 Let's rock。 なるほど、All or nothing.
そんなに必死に追いかけてこなくても、あたしから行くわよ。とどめは刺さなきゃいけないんだから。ミリア vs. ザトゥ。Get ready to roll。これが訓練である以上、私は手を抜いたりはしない。面倒であれば、付き合う必要もないぞ。気遣いは無用よ。ミリア、私はお前を守るために強くなる。その必要があるからだ。しかしお前は何のために戦う？そうね、ちょっと自分でも戸惑っているわ。弱いままの自分、それを変えようとしない自分、それに納得できないこの感情。だから今は黙って戦いなさい。戦いの中で答えを探す。Heaven or hell, duel, one, let's rock!時を経てお前の技はますます冴えている。ご丁寧な社交辞令、痛み入るわ。気遣いは無用と言ったはずだけど。社交辞令などではないさ。随分と人間的な感情が戻ったのね。お世辞に加えて嘘までつけるようになるなんて。お前には戦場に出てほしくない。人の感情を失った私が唯一感じ取れる熱、それはお前を守るという動機だけなのだ。だから普通の暮らしに戻って。そこ、うん、普通の暮らし戻るって。何？あなたがいない数年間、私はその普通の暮らしとやらを享受したわ。何に怯える必要もない穏やかな日常。近所の人たちは親切で、笑顔と人の温かみにあふれていた。素直に幸せだった。でもその日常は私にとって特別ではあったけど、普通ではなかった、うん、今はこの感情が何なのか自分でもわからない。でもなぜかあなたたちのくだらない復讐ごっこに付き合えば何かが見えると思った。見つかるのか、その先に。わからないけれど、今は進んでみたい。ミリア vs. スレイヤー。 Get ready to roll。
何かに迷っているようだね。余計なお世話よ。私もザトウ君の意見に賛成だ。君は戦うべきではない。足手まとい？失礼を承知で言おう。その通りだ。君の言う通り、我々に大義などない。こんなことに君を突き合わせてその身を危険にさらせば、我々は皆本来の力を出し切れない。負けるにしても言い訳をしたくないのがバカな男どもの考え方でね。どうやらその迷いに一つの回答を提供できるかもしれない。え？構えたまえ。悪いの本当に手加減はしないよ。Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 できると思ったんだがね。ミリア、ルーズ。デュオ、キープオンロック。驚いたじゃねえか。追い打ちが遅いよ。サーブすぎた。手荒に行くわ。楽観はしてられないな。ディストロー。怪物しのぎにはなぜかよ。本当のスレイヤー、手加減をしないなんて言っておいて、まるで本気で戦わなかった。確かに私は全力ではなかった。しかし本当に手加減はしなかったよ。それは君が一番理解しているのではないかね。見事なもので、私はこの戦いで嫌というほどあなたとの実力差を感じ取ったわ。まるで当てつけるかのように私の攻撃をすまし顔で全て受け切って。そうね、私は足手まといだわ。違うだろう。え？君は感じたはずだ。私に攻撃が通じないと分かったとき何を思った？素直になりたまえ。もしも君が本当に普通を取り戻したいと思うのならね。そしてその覚悟が本物だとしたら、もはや私は君の生き方に口を出したりはしないよ。私は置いていかれたくないと思った。やっと理解できた。結局私にとっての普通は組織にしかないのだと。私の魂が帰ってきたと感じられるのはそこしかない。それがたとえ忌むべき場所であったとしても、そこで関わった人、過ごした時間、生まれた情を全てなかったことにはできない。そして背負うべき罪も。でももうあの暗闇に戻ることはできない。だから私は誰かが帰ってこれる場所を作る。私がアサシン組織の次期首領だ。
Over!